はい、こんにちは、マロです。なんかね、iPhone XS Max とかの、レッドが出るかもしれないらしいですね。毎年この時期に出たプロダクトレッドっていうやつ、今回ね、ちょっと買ってレビューしようかなって思ったんですけど、やめました。理由はですね、 iPhone XR で、カラフルなモデルを買ったんですけども、まあまあ使わんなと。赤ってね、結構かっこいいって評判なんですけど、今回ね、XR でプロダクトレッドすでに出てますから、やっぱりインパクトとしては薄いんですよね。見た目は XR のその赤と同じ感じでしょうし、フルディスプレイですからね。だからちょっと今回はね、インパクトが少ないなと。多分ね、XR が出てなかったら今回ね、買ってレビューしてるかもしれません。XS とか XS Max の赤が欲しい方は、かなり朗報ですね。ちょっとまだ確定ではないんですけども、出ると言われてますので、そちらのね、情報も楽しみにしててください。昨年ですね、Beatsとかその AirPods とか、たくさんのね、ワイヤレスイヤホンを買ってきました。今はね、メインでこちらの Beatsと AirPods を使ってます。以前まではね、音質重視やったんで、こちらのね、Beatsの PowerBeats、これはね、ずっと使ってたんですけども、最近はね、AirPods もかなり使うようになってきました。なぜこの2つを使ってるかなんですけども、Bose のね、サウンドスポートフリーワイヤレス、こちらも購入したんですが、やっぱりね、通信の安定性悪いんですよね。っていうか、この2つがね、抜群にやっぱ安定性がいいです。Bose の方はね、もう1年以上使ってるんですけども、やっぱり左の方がね、接続悪くて、結構ね、切れることがあるんですよね。その中でもね、純正のその AirPods と Apple の傘下のね、こちらの Beats、 この2つはね、すごく相性がいいですね。もう安定性は抜群です。ほとんど切れることないです。そしてね、最近 AirPods を使うようになったのは、やっぱりね、この Apple Watch の影響大きいですね。それ以前はね、正直 AirPods 使ってみたんですけど、みんなが言うほどね、いいもんじゃねえなと思ってたんですよ。ただ Apple Watch を使うことによって、やっぱり操作性がすごく上がりますよね。しっかりね、 AirPods の穴を埋めてくれたっていうのが一番大きいんですけども、そしてね、最近使い続けてるうちに気づいた AirPods の軽さ、これですよ。この AirPods はね、インナーイヤー型と言われてますけども、これがね、結構不評やったりするんですよね。やっぱりカナル型と比べて耳の装着感が悪いとかね。でもこれ、僕逆に気に入ってるんですよ。耳の形とかもいろいろありますので、万人に向いてるかって言われたらわからないですけども、こちらの AirPods もね、フィット感がめちゃくちゃいいとは言えないんですが、長時間つけててもね、耳が痛くなったり、圧迫感をね、感じたりっていうストレスが本当にないんですよね。その理由はね、こちら本体がめちゃくちゃ軽い、やっぱ1個 4g なので、他の Bluetooth イヤホンとかに比べたらやっぱ軽いっていうのがあると思いますし、耳にね、スコッて入れるだけの形なので、他の Bluetooth イヤホンみたいにキュッとしないのでね、長時間つけててもストレスが非常に少ないです。これがね、めちゃくちゃ気に入ってるとこなんですよね。そして音質、音質はね、お世辞にもすごくいいとは言えないですが、悪くもないです。一言で言うと、迫力がなくてフラットな音質なんですけども、これは AirPods じゃなく、その iTunes で聴く音楽もそうですよね。ただここもね、長時間聴き続けてもストレスのない音質となってるんですよね。僕もね、メタルとかね、メロコアめっちゃ好きなんで、だそういうのをね、大音量で大迫力でガンガン聴くっていう人には、この AirPods はかなり向いてないと思います。ただね、最近僕もそういう音楽をね、短時間聞くんやったらいいんですけど、ちょっと長時間はね、なかなか聞けなくなってきまして、しんどいというか、ちょっと鬱陶しく感じるようになってきたんですよね。ですからね、この AirPods のね、フラットな音質っていうのがすごくね、聞きやすくなってきました。疲れない。ただね、もうちょっとだけ迫力があったらなと思います。そこでですね、今回はこの AirPods で音質をアップする方法をお伝えしたいと思います。そこでね、おすすめしたいアプリがあるんですけども、それがね、音響のハイファイプレイヤーというアプリでございます。これ気に入ってるってね、以前動画で伝えさせていただいたんですけども、これがめっちゃいいんですよ。何がいいかっていうと、まず無料なんですよね。で、ネットでちょっと調べてみたらわかるんですけど、無料やのにめちゃくちゃね、質がいいと、かなり高評価のアプリでございます。有料アプリにも勝るほどね、質がいいと言われてます。で、このアプリでイコライザーのね、パーフェクトセッティングっていうのをすると、劇的に音が良くなるわけなんですよね。このパーフェクトセッティングっていうのは Mac のね、 iTunes にもあって、それに近い形なんですけども、それをね、音響のアプリでやると
音質がかなり良くなります。これをねぜひ皆さんに試していただきたいんですよね。僕もねこの AirPods でその音響のアプリで今音楽聴いてるわけなんですけども、まあ、簡単に言ったらね AirPods の音ってフラットでちょっとごちゃごちゃっとしててね、なんかいろんな音が混じり合ってるような感じがするんですよ。もう立体感が全くないんですよね。ただねこの音響アプリでそのパーフェクトセッティングっていうのをするとすごくね音が引き締まって立体感が出てくるんですよね。だからね音質がこのパワービーツにちょっと近づくわけなんですよね。それではですね実際にアプリで、その設定をしていきましょう。はい、それでは実際に、セッティングの方をしていきます。まずはねこの音響の Hi-Fi プレイヤー、こちらをアプリストアからダウンロードしてください。でポチッと開きますと、まあ、この歌の画面になるんですけども、ここのねこのグニャグニャっとしたところをクリックします。そうするとねこうやってイコライザの設定画面が出てきます、まあ、ちょっとフラットからやっていきましょうか。そしてこのバンドっていうのを選ぶと、このようにねイコライザーを自分の好きに、設定できるようになりますので、これでね今横にテロップ出してますけどもこのように設定していきます。設定するときはねちょっとこう広げてこのポイントをね操作しやすいようにしてください。それではね実際に設定していきます。まず32をプラス3にこのようにね指で操作していくと上げることができます。次64をプラス6、結構ねこれ操作シビアなんで、設定するの若干大変です。こういう感じに、どんどんね合わせていきます。次がね125をプラス9ですね。こちらの125をプラス9にしていきます。はい、ちょっと根気のいる作業ですけども、これを全てやっていきます。そして全てを設定すると、このような形になりますね。ちょっと山が2つみたいな。はい、これで完成でございます。そして最後は保存をして名前を入力して、登録します。まあ、パーフェクトでいいと思います。これでねこちらのプリセットの中から、パーフェクト設定を選ぶことができます。あとはこれで音楽を聴くだけですね。で音楽自体はね純正のミュージックアプリから、こちらにね同期されますのでミュージックに入ってる音楽はこのまま聴くことができます。ただし Apple Music とかでダウンロードした曲とかは、こっちの音響アプリで聴くことはできません。まあ、購入したり CD で取り込んだ音楽は、こちらで聴くことができます。ここだけ唯一デメリットですね。はい、それではですね実際に音をね比べてみたいと思います。まずは純正のミュージックアプリへこっちから流して音響のプレイヤーにちょっと切り替えてみますので、ちょっとね音を聞き比べてみてください。これ伝わったらいいんやけど、いきますよ。というわけでですね、実際にちょっと音を比べてみましたけども、お分かりいただけましたでしょうか。スマホ本体でね、聞くとなかなか分かりづらいと思いますので、ちょっとね、イヤホンとかヘッドホンをしてね、まあ、聞き比べていただきたいんですけども、まあ、言葉で説明するとね、まあ、一番分かりやすいのがそのドラムの音ですね。ミュージックアプリだとちょっとフラットなんで、ドラムの音がタッタッてこう聞こえるわけなんですけども、それがね、非常にタンとこう響くように、聞こえるようになります。で全体的にねいろんな音の音圧も上がっているように感じるんですが、まあ、その中でもねそういったドラムのタンっていう音を拾えるくらい聞き取りやすくなってます。で音響のアプリで聞いた後に、ミュージックアプリで実際聞いてみてください。ちょっとね音がごちゃごちゃと混じり合ったような違和感を感じますので、まあ、それだけね、まあ、音に鋭さが出ているような感じになってます。これがね純正アプリだとかAirPods の物足りなさなんですよね。そこをねうまいこと埋めてくれました。で、買ったね AirPods とか Beats とか Bose もそうなんですけども、純正のミュージックアプリのイコライザー使うとなかなかねあんまり自分にフィットするのがないんですよね。どれもねなんか味付けがすごくね極端すぎて iPhone の中に入ってイコライザーなかなか合わないんですよ。だから結局ねフラットで聞くのが一番音いいって言われてます。ただねフラットで聞くとそういった刺激だとかちょっと迫力が物足りないんでね、それを補ってくれるこの音響のアプリかなりおすすめです。一個だけね注意点がありまして、 AirPods の場合そんなに本体がね激しい音に耐えれるような多分尽くしじゃないと思いますので、パーフェクトセッティングしたまんまで聞くと
ちょっとね、音割りします。ですから自分に合うようにね、こちらの下の部分をスライドすると、全体をね、こう下げることができますので、これでね、ちょうどいい部分に合わせて聞いてみてください。それだけでね、この AirPods めちゃくちゃ変わります。というわけでですね、今回は AirPods の音をアップさせてね、楽しむ方法をお伝えしましたが、いかがでしたでしょうか。これはね、本当におすすめの、アプリとセッティングでございます。何よりね、無料なんで、誰でもね、簡単に試せますので、一度やってみてください。 AirPods の迫力が明らかに増しますので、参考になりましたら高評価チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画にも遊びに来てください。バイオッツ。